ミグ -29M-29 29ミグ -29M2 ミグ -29M はソ連のミグ設計局で開発された戦闘機でミグ -29 の発展型である。NATO コードネームはファルクラム E。ミグ -29M9.15 は第4.5世代ミグ -29M9.61 及び複座型のミグ -29M に9.67。29 は4世代ジェット戦闘機と定義されている。本校では1987年に初飛行した9.15、企画2001年に初飛行したミグ -29M9.61 両方について記述する。ミグ -29M9.151980 年代半ばに元のミグ -29 の開発はソ連西部の前線の要件を満たすために提案された。 それは前線守備空軍のために対地攻撃能力を有する多目的戦闘機であることが要求された。この開発は短座、複座型をもたらした。この提案はその後軍事戦略の変化の結果取り下げられた。1982年にはミグ -29 の大規模な近代型の開発が開始され、1986年4月26日発飛行した。 1994年に開催されたファーンボロー国際航空ショーでは輸出型のミグ -29ME がミグ -33 という名称で展示されものの受注はなかった。またベースとなるミグ -29M9.15 もソビエト連邦の崩壊後のロシアの財政難により開発中止となった。この他にも本機をもとに 艦上戦闘機型のミグ -29K9.31 も開発されていたが、ロシア海軍はス -27K を選択したため不採用に終わった。ミグ -29M に 29. 9.67の上面。テールコーンの形状がそれ以前の9.12、9.13、規格のそれと変わっている。2001年9月26日。 ミグマイナス -29 アブム9.61から発展した複座戦闘攻撃機型であるミグマイナス -29M が初飛行した。ミグマイナス -29M はアブムより発展したため複座のミグマイナス -29M に 29. 9.67が基本型であるが短座型のミグマイナス -29M9.61 も開発された。ミグマイナス -29M は ミグマイナス -29 マカという名称を付けられ、新世代のミグマイナス -29 として海外への売り込みが行われたものの、開発当時採用国は出なかった。しかし、ミグマイナス -29M は、ミグマイナス -29K9.41 と、ミグマイナス -29 株9.47のベースとなり、ミグマイナス -35 に発展した。その後、 明らかにされていない外国からの発注を受け、2008年5月30日、ソコルは MIG-29M の生産を開始すると発表した。なお、この量産型では MIG-29K より進んだアビオニクスが装備される。MIG では2011年にクラシックと呼ばれる旧型の MIG-29 の製造を収束させて、 ミグ -29M 系統に一本化すると発表しており、ミャンマー向け機体の納入の後にラインが転換される予定となっている。ミグ -29 を原型としているが、後半に改良が加えられている。再設計された機体には、軽量化のためアルミリチウム合金が採用され、水力重量比が増加した。機体上部のラーアックス部分に装備されたルーバー型の 補助空気取り入れ口は廃止され、燃料タンクとなった。これにより燃料搭載量が若干増している。代わりに FOD を防ぐ手立てとして、スマイナス27フランカーと同様に、エアインテーク内に折りたたみ式の格子が備えられた。レドーム長部のピトー間左右付け根部分に装備されているボルテックスジェネレーターも大きい向かい角に適した形状に変更された。 その他にも、テールコーンが延長されエアブレーキは垂直尾翼の間、機体上面に移動しサイズも拡大されているほか、主翼フラップ及び、水平尾翼も後ろに延長され面積が拡大、水平尾翼前縁には、ドックトゥースが設けられた。翼下には、ハードポイントが2箇所追加された。ミトソオノミグ -29M9.61。29 M ラークス下部のクルーガーフラップが確認できるほか、キャノピーは複座型のミグ -29M 2 29. 9.67のものをそのまま流用している。ミグ -299.15 と同様に、ラークス上の補助空気取り入れ口を廃止、折りたたみ式の格子を備えた。主翼は面積が拡大され、ハードポイントが2箇所追加された。ローレックス下には、 戦闘機などの小型軍用機としては初めて、クルーガーフラップが追加され、公園の二重隙間フラップと前縁フラップと組み合わせることにより着陸時の操縦性を向上させた。材料も進歩しており、機体の約15%に複合材料が使用されている。軽量化により、アフターバーナーなしでのスーパークルーズが可能となった。多くの国において、 従来のミグ -29 が早期退役することになった最大の原因である高い運用コストについても改善が図られており、機体フレームや各種機器の部品の耐久性や信頼度がより高められた結果、飛行時間あたりの運用コストは2.5分の1減少し、機体寿命は6000時間となった。ミグ -29M9.15 のコックピット操縦系には、 アナログ式のフライバイワイヤーが導入されている。当時のソ連にはデジタル式のものを開発する能力がなかったとされるが、設計局はデジタル式の電子機器は電磁障害への耐性がないとし、より簡素で信頼性のあるアナログ式のものを開発した。要、ロール系統に30、ピッチ系統に上の上調性を持つ。コックピットには2機のモノクロ CRT。 多機能ディスプレイが装備し、フォータス概念を導入したことによって操作性はかなり向上した。改良された HMD を使用でき、視界向上のために、キャノピー形状が、累積型に近づけられている。自己防衛機材としては、主翼端と垂直尾翼に、スポ -29 パステルレーダー警報装置、チャフフレアディスペンサを備え、全方位をカバーできる。 操縦系にはヨエの KSU-941 デジタルフライバイワイヤーが導入されている。コックピットは、シクルマイナス -29 広角ヘッドアップディスプレイ、カラー液晶多機能ディスプレイを全席に3基、後席に4基を備え、完全にグラスコックピット化されている。コスト削減のため複座型と短座型のキャノピーは共通であり、短座型では複座型の後部座席部分に、 燃料タンクが装備される。KS-129QS 酸素発生装置の導入により酸素の補充が不要となった。搭載する多重チャンネル式のアルズユム赤外線捜索追尾システムは 320X256 ピクセルの赤外線センサ640-480ピクセルのテレビカメラレーザー即距儀を統合しており、情報60度 下方15度、左右45度ずつを捜作できる。探知距離は航空目標に対し、ヘッドオンで3 5トル追尾する状況だと9 0トル程度で2 0トルの距離で目標との距離表示及びレーザー誘導兵器の照準を行える。同時目標追尾数は2機。ミグ -29K に搭載されたアルズ上は簡易型である。 自己防御機材としては、スポ -29 パステルレーダー警報受信機、チャフフレアディスペンサに加え、6機の紫外線式のミサイル警報装置と2機のソロレーザー警報受信機で構成される I-222 ミサイル発射及び警報装置を搭載する。翼カパイロンには MSPE-418K ジャミングポットを装備可能である。アビオニクスは、 ミル STD-1553B5 換のデジタルデータバスにより接続され、オープンアーキテクチャ化されており、顧客の要望により、機材のアップデートや外国製の装備、武器の搭載が容易になっている。内蔵式からと自己診断装置を装備しているため、メンテナンス性も向上している。将来計画として、着陸侵入用の自動制御システムを搭載する。 ことが計画されている。これはパイロットが自動で、クライドパスを進み、短時間で可視性が現れるまで降下するもので、悪天候下での飛行の安全性を高めるという。このほかヘルメットディスプレイシステムと連動する、新しい知的システムにより、QG 飛行時の G 超過を防ぐシステムも搭載される予定である。システムはスティックに追加の力を加えることで、一時的、または、 永久的に無効にでき、追加で 12G の負荷をかけることができるという。19ME 新たに開発された、プレナーアレイ式の n 0 1 0ー9を搭載する。19は、レーダー反射断面積が5平方メートルの目標を、9 0トルから探知でき、10から12目標を同時に探知、うち2から4目標を追尾可能である。常実の19の発展。 改良型の N010M19ME を搭載する。空対空モードのほかグランドマッピングや地形追従などの先進的な空対地、空対艦モードを有している。19ME は1 2 0トル先の10目標を探知しない4目標を追尾でき、空対地及び空対艦モードでは戦車を2 5トル橋を1 2 0トル護衛艦を3 0 0トルで、 探知可能で、同時に4目標追尾可能である。RD-33MK エンジン RD-33K を搭載。高い信頼性や整備性を受け継ぎつつ、水力を増強しており、水力はドライで 54.0KN、アフターバーナー添加時は 86.3KN、緊急時の短時間に限って 92.2KN の出力を発揮することができた。 RD-33MK を搭載する。このモデルはパワーを必要とする、環状機の MIG-29K9.41、MIG-29 株9.47のために、開発され2001年に完成したタイプである。タービンブレードに新素材を用いたことなどにより、RD-33 に比べて7%出力が向上し、ドライで 53KN。 アフターバーナー点火時は 88.3KN である。オーバーホール間隔は1000時間、寿命は4000時間にまで延長された。赤外線の放出量や視認性も低減され、熱帯気候下での運用も考慮されている。また、オプションで水力変更ノズルの搭載も可能で搭載した場合15から12%の戦闘効率の増加をもたらすとされる。 このノズルは、ミグ -29 オベットで試験されたものである。固定兵装として、左ストレーキの付け根に、GSH-30 から 130mm 機関砲を1門を装備する。ハードポイントは、胴体下の1箇所と、よく価格4箇所の、計9箇所あり、ペイロードは9箇所全体で 7000kg。 基本的にミグ -29M9.15 とミグ -29M で搭載できる並走に違いはないが、これに加えてミグ -29M は空対地、空対艦用に T220E 照準ポットと MSP-418K ジャミングポットを装備できる。ミグ -29 オベットはミグ -29M9.15 の機体に、 新型の水力変更ノズル付きエンジンや各種電子装備などを装着した試験機である。後部から見たミグ -29 オベット。エンジンの水力変更ノズルの駆動装置はエンジンノズルの上部と左右斜めの3箇所にある。装備された部品は以下の通り。本機はミグ -29M9.15 の試作機のうち、 白の156号機を回収して製作された。2003年に初飛行し、2005年8月に開催されたマ m a ス2 0 0 5で初めて公開飛行が行われた。1997年11月27日には9.12、企画の機体に MIG-29M9.15 で培った技術を用いて、 改良を行ったミグ -29SMT9.171998 年8月24日には複座型のミグ -29 と9.52が初飛行した。ミグ -29SMT はミグ -29M9.15 と比べて改良部分が少なく既存のミグ -29 からの回収も可能で低価格のため正式採用された。 ロシアは保有するミグ -29150 機を SMT 仕様に回収する予定であるほか、2009年にアルジェリアに受領を拒否され返品された15機を受領している。また、2016年までに16機を新規調達する。なお、この機体は、既存機からの回収機ではなく、新規生産機であり、ミグ -29SMT と呼ばれる。 ロシアの他ではインドが69機を SMT 規格に準じたアップグ仕様にアップグレードしているが、この仕様ではロシア以外のアビオニクスが数多く採用されている。ミグではこれらの以外の国のミグ -29 ユーザーに対してこの規格への回収プランを提案している。以下のモデルがある。ミグ -29SMT9.17 ミグ -29 と9.53 垂直尾翼前円付け根に、短座型の9.12、9.13規格やミグ -29SMT と同型のチャフ、フレアディスペンサーが、追加装備されているのに注目。ミグ -29SMT9.19、ドーサルスパインの角度が途中で大きく変わっているのに、注目。インド空軍のミグ -29 アップグ9.20。 ミグマイナス二2 9 k 点四日ミグマイナス二十2 9ーベットミグマイナス三十五 d は製品番号。九百八十七年に初飛行した改良型。量産されず。ミコヤンミグマイナス二十九 m にベーシックディメンションズ、リアン、RU、エホス、テクノロジー、DEAGEL.com、ロケットソラ対空ミサイルソラ対地ミサイル誘導。 爆弾無誘導爆弾賞準ポット。ありがとうございます。